ポケカ、高騰暴落しそうなカードを探すすれ。ポケカこそ正義いい時代になったもんだ。シールドマリー年内に20万くるな。女 SR さえ買えばよい。バドレックス高いけどイラストがいいってだけだよな。寝かせるか迷うな。廃止されたレアリティは怖いよな。廃止されたサーとかも高騰してないし。面倒ならリーリエ、アセロラ、ルチアを買えばいい。状態確認するのも面倒なら PSA10 買えばいい。V クラさんだからアララギ博士版研究も集めとけ。マスターボール UR みたいな汎用だからコレクター以外にも需要ある。使える効果のやつが上がった令和セイボリーとかあるから、男ですら上がるんだから。美人女性博士が上がらない理由はないよな。シールドマリーの聖獣は6枚と鑑定に送ったのが5枚あるわ。売らなくてよかった。秋葉原で女性 SR 買い占め発生、やばいな。もう明らかに普通じゃないんだよな。これが異常でなくなんなのか。別のカードショップに渡っただけだろ。何がやばいんだ？今は明らかに買いのフェーズだから、売り切れて当たり前。めえ、指差ししろな。笠井梨香の3枚が9万あたりで買い取り価格横並びしてるけど、こいつらが中堅の壁みたいな扱いされてんな。横線なし有利とカトレアだったらどっちがおすすめ？今多分同じぐらいの金額で買えるよね。有利、横線なし有利は激レア。ここの人らってめちゃくちゃ高くなった今も女の子 SR 買い増ししてんの？買いのフェーズねえ。じゃあ売りのフェーズっていつなんですかねえ。これに答えれないとただのにわか嘘つきマンってバレますよ。売りたい時に売るのが売りのフェーズだが、シールドマリー安い時に買いあさればよかったな。次はユーリアマオあたりが買い時か。セレナむっちゃあるし、いつしかのシャイニーマリーを彷彿させるな。あれもめちゃくちゃショップに陳列してあったし。結局上がるやないか。しかも単発セレナのイラストが微妙だったら、挑発セレナ爆上がるし、カトレアも突き抜ける気がする。ほんとどこの店も女 SR の買い取り表だらけだな。これからまだまだ上がる。なんせこれは完全にヒカキン効果だから。ヒカキンのポケカ投資動画で金持ちチューバーや投資家が参入した。傷の見方がわからない投資家ポケカ素人たちは、こぞって人気女 SR の鑑定品を買い漁った。鑑定品なら素人でも参入できるからね。鑑定品が上がれば備品も上がる。ヒカキンはこれまでいくつも時計やブランドの投資動画上げてるけど、ほとんどが高騰してる。ポケカも高騰すると見た投資家が、めちゃくちゃなだれ込んできた。怪力リザードンの5000万に比べたらルチア30万なんて、めちゃお買い得に見えるんだよね。始めたばっかの人は、昔の相場なんて知らないから、現になだれ込んだおかげで相場が急騰してこれは儲かると思った投資家が、口コミで次の投資家へ。PSA の締め切りが過ぎても高騰してるのは、投資家の口コミで新規参入が広がってるから。今、株は落ち目だから安定なポケカが選ばれたんだよね。かなり昔には地面社長にポケカ宣伝させてバブル起きたでしょ。あれより今回のヒカキン動画はインパクトがあった。信じれない奴はほんまもんのアボダブル頭悪い奴はポケカ投資やめなダブル。発言はせめて頑張りリエくらいは所持してからしてくれんか？エアプには用はないんだわ。仲良くしとけよ。リーリエなくてもルチア持っとけば1年後、今のリーリエくらいの価格になるんだからさ。エクストラシリーズマジで集めておけ。新シリーズも EX だし影響受けて上がったりするのだろうか。V スターみたく不人気なら上がらんと思う。過去シリーズのエクストラや EX の話や、カード名検索で検索したら古いカードも出るし、目につくだろうからな。お、デデン TV の出番だな。今は間違いなく買い時だろ。売るのは来年の夏の世界大会。9ヶ月先を見据えて今から動け。それは思う。仮に一時的にもたつくとしてもまだ上がる猫や。来年にも今が買い時って言ってそう。セレナとか言ってイラストだけだとどっちが好みの人多いと思う？俺は買い派だけど世間的にはセレナなんかな。会話マリー声の人気だけどイラストがきつい。100枚仕入れ終えたから言うわ。25周年でまだ上がってないのはニュー UR だけ。女とニューどっちがいいんだ？女111圧倒的に女や11111。100枚抱えてるの間違いやろ？エクストラシリーズって RR も集めてた方がいいか？イラストいいし、50万以上のはなかなか手が出ないから20万以下で何か集めるか。でも、昔のブラッキーより今のブラッキーが倍以上高いし、今のカードのが需要ある。コレクション目的で集めててかつ。1.30 万以上のカードじゃなければ売っても納税しなくていいらしい。売るのは来年の夏、今は買え。今超ボナゲーやろ。上がると思ったやつが倍になったら即売って、自倍になりそうなの予想して。金投げていけばどんどん上がる。資産ネズミ残式に増えていくぞ。
冬ボーナスまでは、めぼしいやつを集めた方が良さそう。とりあえず20万超えたやつはすぐ吐け。それ以上は PSA10 とかじゃない限りは日本人は買い渋る。20万が40万になるより、2万のカードが4万に化けるカードの方が多い。それ10枚買えばええ。マジでそうなんだよ。ただ10万超えたカードは、ステータスとして持ってた意欲が出て手放せない。その考えだと永久に手放せないなダブル。他人に言われる必要はないが、ある程度のマイルールは持っておかんと区切りつかんぞ。昔のカードを、所有しながら遊べるポケカのルールがあるらしいよ。今買うなら何がいいんだ。女 SR 一択。風呂かな、まだ安いし。カトレア、マオ、ブラッキー25周年あたりはどうだろうか。ブラッキー25周年なんてすでに底値の5倍だぞ。カトレアは可能性の塊買うべき。カトレアは第二のルチア、人とセゴ30万買い取り行くよ。なんだったら俺のディグダなんて6000万円で売れたぜ。すぐに6000万2000円で買い戻したけどね。外事や店は、これをややこしくやってツイートしてるだけ。カトレア上がり方おかしいって。カトレア初動8000だったせいで売っちゃったな。切手はそのうち10よろずいく。切手10万枚存在するってマジなの？そんな存在するのに、もうすぐ10万ってコレクターの数やばいな。そう考えると鑑定枚数4500のマリーが10万なのもまあわかる。鑑定枚数200の帽子、頑張り入りえ安く感じるな。切手は海外人気もあるから、全部コレクターが買ってるわけじゃなくて投資目的で買ってるやつもかなりいるからそこは注意な。切手ボックスは海外に流れてる。確かに20万超えたら買い手が減るのわかるわ。これがポケカ市場の日本人のボーダーラインなんやね。10万でも躊躇するな。昔の価格知ってたらなおさら。安価でまだ買いやすくて集めやすいのはカードはカトレア、ビッケ、指定探検隊、ヒガナ、マオぐらい。伸び台は XY や B の女 SRW だけど、備品入手が SM 機のものより格段に難しい。あんま伸び台は感じられんな。てかコレクションに格付けがあるから、下のやつは投資目線だと丸々の代用でしかない。ガンバハエクバの代用だし、帽子はガンバの代用。それ以下は帽子やルチアの代用、所詮はこれが現実。市場の規模と金がなん次の代用品にまで価値を見出せるかなんだわ。あなたわかってるね。久しぶりに自分以外でまともな人見つけたわ。輝くリザードンは値段戻してきてるね。やっぱリザードンは強いわ。絶版になったらよろずいくやろね。もう金箱も再販版は4万、5000円以下なくなってきてるな。早めにもうちょっと買っておけばよかった。持ってるだけじゃ利益にならんのよ金箱。だから忘れ去られると金箱代用確保マンは自然に死ぬ。ゴールデンボックスの再販版3万円で50個買った俺の大勝利。昔の相場知ってる奴は怖くてこの波に乗れないよな。昔の相場知らない、最近参入した奴しかこの波には乗れない。そいつらは昔の感覚がないから一歩踏み出して高額カードが買える。だからさらに上がる。昔の相場感捨てれる奴は、誤算でもごく一部の勝ち組になれる。昔からちまちま集めてるデデン TV はまさにここで言う誤算だね。そもそも手放せないけれど、このスレからポケモンエクストラの話題が増え出してきてて、なるほど、今後検索システムの都合で目につきやすくなる。ってのは、これは納得しちゃったよ。僕はポケモンにハマる前に、ムーミンっていう海外の作品が好きだったんだけど、あの作品の中でも確かに切手集めは流行ってた。ってことは切手コレクターってのは、世界的にかなり根強くて、そこにポケカブームも乗っかったあのポケモンの切手は、想像以上にでかくなりそうだね。